地元茨城県76期武田康夫選手です。よろしくお願いします。お願いします。前回函館はどんな感じだったでしょうか。初日2日までは感じよくて、最終日だけちょっと勝負してチェーン伸ばして重くして勝負してみたんですけど、やっぱ新人強くて離れましたけど、ただ足自体は3日間良かったですね。ここまで、前回から中12日空いてます、調整などどうだったでしょうか。もう持病の腰痛も出ないでしっかり練習できたんでバッチリです。近況成績がいい感じなんですけども、何か、好調の原因とかありますか。ぎっくり腰でないで練習詰めてればこれぐらいの動きするんで、今回も大丈夫だと思うんで応援してください。お願いします。砦バンクの相性はどうでしょうか。もう27年練習と競争を走ってるので、誰よりもコース取りは間違いない自信があるので大丈夫です。最後に、今回に向けての意気込みなどお願いします。最低限優出できるように頑張りますんで、よろしくお願いします。